サイドナヤ刑務所は、シリアのダマスカス近郊にある軍事刑務所である。常に1000人以上の政治犯が収容されていて、その中には、ムスリム同胞団のメンバーや、その他、イスラム主義者も含まれている。2008年7月に暴動が発生し、数百人の収容者が負傷、多くのイスラム主義収容者が死亡したとされる。2017年2月、 国際人権団体アムネスティ・インターナショナルが2011年9月から2015年12月にかけて統計務所で5000人から1万3000人ぐらいが違法に公式刑を受けたと報告している。2011年の反政府デモの数ヶ月後、様々な恩赦で多くのイスラム主義収容者が釈放されたが、ザーラン・アルーシュ、アブ・シャーディ・アブードやアームド・アブ・イッサといったより、 著名な受刑者も釈放されていて、釈放後シリア内戦において、ジャイシュアルイスラム、シャーム自由人イスラム運動、スクールアルシャムブリゲードといったイスラム主義派、政府グループを率いている。また、党刑務所を含むシリアの刑務所では、拷問や栄養失調、公平な裁判なしの独断的な死刑といった、交流者への非人道的な扱いが繰り返し、報告されている。 サイドナや刑務所に送られた交流者の70%が生きて帰れておらず、軍法会議による裁判のほとんどは秘密警察によって決められてしまう。ハマーで受刑者の弁護を行うシリア人弁護士2017年5月15日、アメリカ合衆国はサイドナや刑務所に遺体を処理するための仮想場が設置されているとしてシリア政府を非難した。ありがとうございます。